こんにちは、モニッコです。メイクアップの初心者講座、眉編。3回目は実際の描き方と道具について解説をします。さあ、まず、基本として揃えておきたい道具は次の通りです。まずはおすすめなのがエボニー。これは画材屋さんで手に入る鉛筆ですね。これ基本は画材です。メイク道具ではありません。なんですけれども、色や硬さ、これが非常に使いやすくですね、昔からメイクさんが使っている画材になります。もちろん肌に変えてアレルギーなどを起こすっていうのもかなり少ないと思います。使いやすさは何よりも描きやすい芯の硬さです。そして日本人に合う色、これがですね、大きな理由と言えます。まあ、続いて眉ペンシルなんですけれども、これは価格いろいろとありますけれども、やはり固めで黄色みのある焦げ茶色、こちらを選んでいただけるといいと思います。黄色みは昔から日本人の肌色に合う色です。肌の色がかなり白めの人はですね、少し赤みのある焦げ茶色を選んでもいいかと思います。芯はやはり固めを選んでいただくといいと思います。何よりもこれは色が乗りすぎることがないので、微調整がしやすいという、こういった点になります。メイクは後から削っていくのが非常に難しいものなので、描き足していくという形で、それがやりやすい、そういった道具を選んでいくといいと思います。続いて綿棒です。眉をぼかしたり、これですね、潰して筆代わりに使うこともできます。いろいろと応用範囲がありますので、眉メイク、アイメイクをするときには必ず用意しておくといいと思います。今は個包装タイプで衛生的なものも出てますのでね、こういったものを常備しておくと良いでしょう。続いて眉バサミです。これはあまりケチらないで、できれば1500円以上とかですね、少し高いなと思っても切れるものを買ってください。これ安いものを買うとですね、切れないものが非常に多いんです。切れるものの方が毛をカットするときにですね、力を必要としないので、まぶたを挟んだときに違いがすぐわかりやすく、怪我をすることはほとんどないと思います。参考に切り方の動画はこんな感じです。前バサミの切り方について一つ注意があります。前バサミ使うとき、決してですね、刃先を肌に当ててはいけません。なぜかと言いますと、これをやってしまうと非常にですね、肌を挟みやすく、怪我をしてしまいます。必ずですね、この R の部分、刃先を浮かした状態で毛を取り込んで、一本一本切るという感じにしていきます。刃先を使うときは、本当にですね、本当に先っぽちょっとだけでも必ず浮かせるようにしましょう。そうすれば怪我がしにくくなります。ここだけ気をつけてください。さあ、続いてあると便利な道具です。まずはスクリューブラシ。これは眉を描く前に整えるために使います。慣れてくるとですね、描いた後の眉毛をぼかしたり、そういったことにも使えますが、結構取れすぎてしまう傾向があるので注意が必要です。また、整えるだけであればですね、まつげ用のコームなども使ってもいいと思います。続いて、この写真のようにですね、電動の眉毛切りなどもありますけれども、こちらは慣れないとですね、いきなり余計な部分まで切ってしまうので気をつけて使いましょう。さあ、それでは実際に眉毛を描いていくわけですが、描く前にですね、できるだけ眉毛の下準備、こちらをしておきましょう。まずは化粧水などで油分を払って整えておきます。そしてパウダリーファンデーションなどで下地を打っていただいて、毛表面のですね、粉を軽く落とします。地肌に化粧をしても簡単に落ちてしまいます。必ず下地を作って、それから眉毛を描くようにしてください。これは大切なポイントです。さあ、眉毛の描き方ですが、こちらのメイクアップの初心者講座で解説した1回目、2回目を思い出してください。ここで自分のですね、顔などの形、バランスから導き出した眉毛のイメージをしていきます。まずは角眉ですね、三角眉でやっていこうと思いますけれども、眉頭、眉山、眉尻、この3つですね、3点を決めてしまいます。まずはこちらの図のようなですね、セーフゾーン、この青い範囲のポイントにですね、眉尻、眉頭、眉山が収まるように描いていきます。まずこの3点を決めます。まず眉頭です。眉頭は目頭の真上にですね、伸ばした延長線上、こちらからですね、鼻側に向かって内側に伸ばす範囲、まあこれ大体6ミリぐらいまでの範囲に収めておきましょう。あまり内側にしすぎるとですね、
印象が非常にきつくなってしまいます。また印象がもともと強い方などはですね、目頭の真上あたり、こちらに眉頭が来るように作るといいと思います。また眉間の幅の調整なんですが、鼻凸、これ鼻のですね一番高い部分、この幅よりも狭くならないように気をつけます。続いて眉山です。こちらは高さはですね、もともとの眉の太さ、こちらの2倍ぐらいの厚みの位置に高さを設定するといいと思います。もちろんこれはバランスなどを見て変えていきますけれども、横位置はですね、黒目の外側、こちらの上に延長した延長線上、ここから目尻の延長線上、この間のバランスですねを取って配置します。目安としては顔のパーツが中心側に寄っている人、顔幅が狭い人、ちょっと印象が強いなっていう人はですね、外側にポイントを持っていきます。また元々の印象がちょっと薄い、印象を強くしたい、目と目の間が広めになっている、こういった方はやや内側に眉山のポイントを持っていきます。高さに関しては額の狭い人は低めに、広い人はやや高めにしてバランスをとります。続いて眉尻です。目尻と小鼻を結んだ延長線上ですね、こちらが基本ですが、この基本に対して内側外側だいたい6ミリ前後ぐらいずつの間で調整します。顔の幅が広い人やや外側に、そして狭い人は元々のその基準線よりも内側にします。また若々しい印象を作りたい場合はやや内側にします。高さは必ず眉頭よりですね下がらないようにしましょう。シャープな印象にしたい方は高めに、柔らかい印象にしたい場合は低めに設定します。さあ眉を描いていくわけなんですけれども、この3点のポイントを打ちましたら、まずそこをですね薄くつないで自然な輪郭になるように、そこから太らせていくように描いていきます。この時気をつけたいのは、必ず中央が一番濃くなるということです。自然の眉毛は本来中央にですね毛が密集して厚みと濃さがありますので、必ずこれを再現するようにします。次に理想の眉毛が描けたら、ここで初めて余分な部分をカットします。何よりもできるだけ自分の自眉を残すように、後で足す部分が少ないようにするようにします。ですから描くときにですね、元々の眉毛をできるだけ生かすように描くというのがポイントです。そこからはみ出た部分、ここだけを切っていくようにします。切るときに失敗しないコツは、必ず一本一本丁寧に切っていきます。一本でもかなり印象は変わってきます。さあそしてですね、眉頭の部分が角になったり、眉山の部分の下にですね細かい毛が残っていたりすると、印象が台無しになります。こちらも気をつけましょう。さあそして注意したいのは、毛抜きなどは何回も何回も描き慣れてから、そこで不必要な部分があって初めて抜くようにします。最初から毛抜きを使ってしまうと、失敗した時に取り返しがつかなくなります。抜いてしまうと簡単に生えてこない毛もありますのでね、この辺は注意しましょう。それでは最後にですね、実際に描く時のちょっとしたワンポイントアドバイス。例えば右利きの人はできれば左の眉から始め、左利きの人は右から描くようにしてください。鏡の見え方によって右利きの人は左から描くとちょっと描きにくいんですが、難しい方を先に描いてから反対の右側を描くと非常に合わせやすくなります。逆に簡単な方から描いて難しい方を合わせるのは非常に難しくなりますので、この辺だけ気をつけてください。右利きの人は左から、左利きの人は右から、この法則を守ると比較的左右のバランスが取りやすくなると思います。最初からうまくはいきません。またアイメイクなどによって眉毛の形を変えることというのはよくあります。絶対にこの形というものはありません。何度も描いて少しずつ自分の顔に合った理想の眉に到達するようにしましょう。それではまた。